はい、こんばんは、なべです。今日はこれ動画回してるのは重大発表がございます。はい、はい、重大発表、何ですか、何でしょうか。まあ、こんな日が来るとは思わなかったです。今回のバズを踏まえて、まさかの僕の本が出ます。おー、書籍化が決定しました。おめでとうございます。やったね。知ってる人はご存知だと思うんですけど、インスタとかでも言ってるので、はい、それでちょっと今日はそれの詳細というか、はいはいはい、なんか告知をさせてください。はい、ではじゃあ早速なんですけど、うん、もういきなり角川さんから出ますんでね。あ、角川さんね。角川さんといえばね、はい、もうすごい最大手やね、出版社の、はい、うん、すごいところで緊張したもん、打ち合わせ。すっごい本社だった、うん、ビルビル東京のいっぱいビルあるっていう感じで、うん、それのちょっと紹介をしていきます。はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあまずは本のタイトルを。はい、本のタイトルが魅力の醸し方、仕事はしっかり、好きなことも全力で、おです。すんごいタイトルですね。うん、その角川さんがすごい同い年の方で、担当の方が、はいはい、すごいいろいろ考えてくれて、いろいろすごいですね、もう試行錯誤してくれて、はいはい、すごいですね。まあ去年、今年か、6月にね、一本のこうストリートスナップ動画が、SNS 上で大拡散されて、まあ、ラムネね、そのクッピーラムネ。から始まり。はい。一躍ね、もう時の人ですよ。森下直哉さん。ね、何があるか分からないですよね。本が出るぐらいですから。しかも角川からね。角川と僕が何かをするなんて1ミリも予想してない人生でしたからね。普通はないことですよね。普通自分の本を出すなんてないですよ。そうだね、自社出版ならね、まだ分かりますけど、うん、素晴らしい、はい、本当にすごいことよね、これ。本当に本だけに、うん、だからさ、はい、じゃあちょっとスパッと切らしてもらって、そういうね、はい、はい、スパッと。じゃあでは、本の簡単な内容を教えてもらってもいいですか。はい、本の内容は森下直哉、僕ですね、のエッセイ。エッセイ。エッセイ。はい。エッセイとは、いい感じの過去の話とか、多分僕自体の話なんですか。けどまあ、はい、僕が聞いてるのは僕の生い立ちだったりとか、考え方、仕事に対する考え方とか、うん、今までの昔話とかを結構ライターさんの人と打ち合わせしたんで、まだ僕まだ文見てないんで、はいはいはい、どんなが上がってくるのか分かんないですけど、話したのは結構もう小学校から中学校からどう今まで生きてきたか、生きてきたかっていう内容は聞いていただいたんで、その打ち合わせかなり時間取ったんで、あと仕事の考え方であったりとか、はいはいはい、だいたいこの年齢に対する経験と、それに伴う考え方っていうのは、はいはい、多分そういう内容じゃないでしょうか。なるほど。で、あとはそれに対してグラビアが差し込まれますって聞いてて、グラビア、はい、水着ではないで、僕は水着やと思ったんですけど最初脱ぐのかって、はいはい、ノー水着 で、それが、はい、リュウちゃんがスタイリングスタイリストとして入ってもらって、そうです、6方7方ぐらい、うん、衣装提供していただいて、アメリカン学びで協力させていただきました。はい、なのでそれが入るのかな、グラビアが、写真が入ってね、うん、とお伺いしております。なんか撮影どうだった、緊張した？撮影はすごい、あ、けどなんかロケバスをで1日大阪、滋賀、最初うちだったもんね、大阪、京都、滋賀回ったんですね、うん、僕のゆかりのある土地であったり、うん、会社であったり、自分の店舗であったり、事務所であったり、はいはい、車屋さんとかっていうので、3府県回ったんですけど、大掛かりだね。なんか変な感じだった、ロケバス借りて、ロケバスに乗ることもないし、確かに、うん、で、なんかいろんなスタッフさんがいて、カメラマンさんとかも全部東京からチームで来てくれて、あ、まあ、タカさんとリュウとね、こうやって撮ってるおかげで、まだ撮影は、うん、ナチュラルには出ましたけど、
でそれこそストリートスナップで撮った、うん、あのアメリカ村のあそこの場所で、うん、当時のあの衣装を着てバイク出して撮影からスタートして回っていくっていう、なるほど、うん、っていう形で楽しかった。楽しそう、ね、楽しかった。丸々一日ずっとやってたけど、絶対ないもんねそんなこと。絶対ないね、普通の人がロケバスでメインで本出すんだって、うん、なんか変な感じで。動きとしては完全に芸能人、芸能人ですね、うん、完全に芸能人ごっこみたいな感じで楽しかったですよなかなかいい ない体験をしてな、うん、すごかった。サインも考えてくださいとかね、うん、ああサインね、うん、すごいな。なかなかな、一般では体験できないことやもんね。ありがとうございます。加藤さん本当に楽しみですね。楽しみですね、本当に。ね、まあ、そんな、本の概要ですかね。まあ、タイトルはね、先ほど直哉が言ってくれた通り、魅力の醸し方、仕事はしっかり、好きなことも全力でというタイトルらしいんですが、うん、本のお値段までもう言っちゃいますね。うん。これは、定価が1500円のプラス税みたいですね。おぉ、1500円か、はい、すげえ。なんか安い。そうだね、買いやすそう。買いやすそうそうだね、皆さん買いやすそうです。買いやすい、買いやすいと思います。はい、で、肝心の発売日、はい、これが、2023年、今年ですね、の、11月の22日予定。おお早いな。この間喋ってたの、やっぱさすがですね、太田さん。早いね、すごいね、早い仕事が。すごいよ、だってあのライターさんとデザイナーさんとカメラマンさんととかいっぱいやんの、本を仕上げるまで。普通の本をさ作るスケジュールじゃないよ。普通ってさ1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ぐらい前から、もっと前や、うん、ね、半年とか1年前からな、うん、けどもうパパってもう全部、そんだけもう早く出したかったよな、うん、超大手の力だね。超大手のスピード感じゃないですか。スピード感は普通の本の出し方じゃない、うん、すごい。著者は、森下直哉本人ですね。で、四六版、四六版、四六版の、サイズになるみたいですね。これぐらい、はい、四六版って言ったらこれぐらいこれぐらい、はい、まあ、著者森下直哉、すごいね。先生って呼んでいい？俺先生なの？先生って呼んでいいですか？あ、じゃあこれから先生って呼んでいい？すげえ。著者って著者になったんだね。先生じゃん。先生だ、すごい、ね、アッターガーション狙いましょうか。ね、先生です。はい、先生何もしてません。で、まあこれ結構重要な話だと思うんですけど、うん、これ本日から、うん、この動画が出てる9月30から予約できるのね。うん、今日からアマゾンで予約できるみたいです。本日ですね、はい、多分動画流れてる、はい、今日本日で、概要欄に多分タカさんがアマゾンの URL を貼っといてくれるはずです、うん、きっとある。でアマゾンでご購入いただきました特典としまして、直哉セレクト未収録写真がついてくるみたいです。なるほどなんか、ライブの年みたいなやり方。なに、直哉セレクトの未収録写真なので、本に載らなかった多分いい写真がいっぱいあるので、はその写真が、僕が選んだのが、うん、Amazon で予約してくれてるには多分つきます。なるほど。で、Amazon が12月25日の13時59分までに予約購入した方のみとなってますと。なるほど、クリスマスですね、はい、写真欲しければクリスマスまでにっていう、はいはいはい、これは予約すべきですね、はい、そうかな。そうだよ。なんかもう一個あるんだよね。で、直筆サイン本、直筆ね直筆サイン本が楽天で買った方は直筆サイン本を買えるみたいです。なるほど。数量限定、定数、まあ、数に対し終了、はいはい、中だったら終わりますって。なるほど。目書きはありません、まあ、多分追加はないぞっていうことだと思います、は
サインとか写真とかいるんかねって俺は思うんですけどね。なんかもうなんか嫌だな。まあでもね、分かるやろ。買っていただける方からしたら、まあそれは嬉しい話なんじゃないですか。そうです。俺が芸能人やったらサインは分かるよ。もどかしいねこれ。まあまあ芸能人ですからもう扱いは。なのでちょっとサイン本が欲しければ楽天で、写真が欲しければ Amazon で、両方欲しければ両方で買っていただければ、はい、ということです。はい、というわけで、僕の先生、僕の先生になる本、著者僕の先生の本、魅力の醸し方、仕事はしっかり、遊びは全力で、はい、僕の初の本、僕の本、魅力の醸し方、仕事はしっかり、好きなことも全力でという本が、11月の22日に水曜日ですね、はい、発売予定で、先ほど言った通りその予約が、この動画が多分流れてる9月30日から Amazon と楽天で予約できますので、予約もしたり、あと本屋さんに行って買ってくれたりとかしていただければ大変好ましいでございます。12月の3日の横浜では多分売るんではないでしょうか。横浜ホットロットショーに僕はいると思うので、そこでも多分買えると思います。そこは入場料かかるので、そのショーに入るので5000円ぐらいかかるんで、ね、普通に本屋さんでじゃあ買ってる方が聞きやすいと思います。なので皆さんはどんどん買ってください。よろしくお願いします。売れるかな。売れるでしょう先生。はい、まあ頑張って売っていただいて、僕の心配というか角川さんの反応が多分強いので、まあ、大手なので、まあ魅力ではありますが、僕らも協力します。はい、高橋さんとりゅうちゃんで10冊ずつぐらい買ってください。はい、はい、頑張りたいと思います。はい、僕も頑張りたいと思います。はい、フレンズの皆さんも頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。